嘘だね。え早い、まあ、ね。そうですね、一番の楽しみは、まあ、先輩が多いんで先輩のいろんな話を聞けるっていうのが一番楽しいです。僕はですね、飲み会での先輩の話とか大嫌いなんで芝居論みたいなやつ大嫌いなんで、そうですね、やっぱ仲間と会えることですかね。はい、僕は唐揚げですかね。え仁義ある宴会、新宿シアターサンモールにて7月12日から7月17日までぜひ見に来てください。カット